元皇居のエアコン担当のアキニーです。このチャンネルではエアコン初心者の方が少しでも快適にエアコンライフを送れるような情報をお送りしているチャンネルになります。今回お送りするのは、夏本番を前に電気代を高騰させないようにするための工夫3選についてお話をしたいと思います。今ね、6月の7日に撮ってるんですけども、今月からさらに電気代がねアップするっていう状態になってきてると思います。エアコンって真夏になると昼間の電気代の 60% を占めるとも言われてるんですよ。なのでどんどんね電気代が上がってきてる中、少しでもエアコンの使い方で無駄をなくして電気代を削減するっていうことを気をつけていただくと、夏のね家計の影響を最小限にとどめられるんじゃないかなと思っているので、ぜひこの動画をご覧くださった方はこの夏工夫してみていただきたいなと思います。電気代の高騰を避けるためのエアコンの使い方、まず第一、それは室内の空気の流れを見直すということになります。古いエアコンとか、あとは人感センサーがついてないエアコンをつけてる方にありがちなんですが、お部屋の中で暑いところと冷えるところ、いわゆる温度ムラが出やすいところってのが出てくるケースがあるんですよ。そうなってくるとエアコンは戻ってくる温度で冷えを感知するので、固まってる暖かい空気が戻ってくるようだとまだまだ全然効かないのかっていうことになって、強風で頑張っちゃうなんていうケースもあります。ちょっとねお部屋に温度ムラが出るなとか、空気の回り方にちょっとムラがあるなっていう時には、エアコンのねスイングでもちろん攪拌するのもいいのですが、扇風機もしくはサーキュレーターでお部屋の空気を攪拌するっていうのかな、そういう手配をするってことも一つ検討してみてください。もしもねご自宅にサーキュレーターないし扇風機がないよと、でエアコンそこそこ古いよってことであれば、やはりねその扇風機およびサーキュレーターもまだお手頃価格で手に入りやすいのであればね、あった分だけ助かるっていうのはあるので、1台ぐらいねお持ちいただくのもありなのかなと思っています。ちなみにサーキュレーターと扇風機の違いっていうのは、扇風機っていうのは風がこう攪拌していくイメージで、サーキュレーターっていうのは風がこうまっすぐこう飛んでいくっていうイメージですから、細かい用途っていう意味では違うんですが、6畳とか8畳とかね小さいお部屋に関して言えば、どちらで使っていても結局風は攪拌されるようになると思います。これで、例えばリビングのようなね大きいお部屋で空気を攪拌しようと思えば、サーキュレーターの方がより遠くに風が送り出せるので有効になってきます。そういった意味では、お部屋のね広さによって、扇風機サーキュレーターどちらでもいい、これを選ぶのも手なのかなと思っています。電気代の高騰を避けるための対策2つ目、これはリモコンの設定温度になります。特に男性の方に多いのかなと思うんですが、暑がりな人っていうのはもう設定温度ばっかみたいに下げていくじゃないですか。やっぱりねそれはねおすすめはできないんですよ。いわゆる適正温度っていうものにしておくっていうことがとても大切になります。いやそれじゃどうしても我慢できないよっていう方であれば、できれば普段設定してる温度よりも1度ないし2度高くするっていうことをやってみてください。それとリモコンの運転モード、これもね暑がりな人ほど強風とかねしちゃうんですよ。気持ちはわかるんですけど、冷えるよりは快適という方を優先していただきたいので、リモコンは自動のモードにしておいてください。例えばね設定温度を決めた上で強風にしようが自動にしようが一緒じゃないかと思われるケースもあるんですが、エアコンのね話で言うよりも、お車をね運転されてる方々多いので、ちょっとそちらのね感覚でご説明をしようと思います。例えば同じ目的地に向かう時に、信号が青になった瞬間に急発進、赤信号だ、信号に止まんなきゃって時に急ブレーキという状態の運転をしている車と、基本的にはスーッと走り始めて、40キロぐらいをね維持して止まる時もスーッと止まるというような運転の車、同じ車種同じグレードであったとしたならば、どちらの方が燃費がいいのかっていうことをイメージしてもらいたいんですよ。当然自動運転っていうのがスーッと動いてスーッと止まる、できれば止まらないようにするのがなお望ましいっていう状態ですよね。リモコンの設定と風量の関係をあんまりね、自分でカスタマイズしすぎてしまうと止まってしまう、冷やしてしまうっていうものの動作をかなり急激にやるようになってしまうんですよ。それよりは自動運転のままにしておいて、最初のうちはね、なんかこう冷やしてる感じがしないって思う人もいるかもしれません。だけど気づいたらなんか快適じゃんの方が体にも優しいし家計にも優しいんだっていうことを頭の片隅に入れておいていただきたいなと思います。そして3つ目、これは室内機室外機の周辺の空気の流れを阻害しないようにしてくださいということになります。室内機であれば分かりやすいのは、まずフィルターの清掃をしておくということになります。それとエアコンが置いてある近くに棚があるとか、例えば部屋の模様替えをしてね、タンスがあるみたいな状態のご家庭あると思うんですよ。まだね、下から見て棚越しにエアコン本体が綺麗に見えてるんだったらまだいいんですが、棚があるとついつい物を置きたくなりませんか？タンスの上についつい平たい段ボールの何か置いちゃったりしてませんか？そういうことをやっていくとエアコンの周りの空気の流れがスムーズにいかなくなってしまって、結局無駄な運転をするということになるんです。また室外機の周りに鉢植え置いている奥さんいらっしゃいませんか？ついついお庭の手入れサボってしまって雑草がボーボーになってるご主人いらっしゃいませんか？ちょっと美観がなって言って、室外機を隠すような囲いをつけてしまってるご家庭ありませんか？それね、みんな NG ですよ。室外機は空気の流れがスムーズになることによって能力を維持するっていう要因があります。逆に言えば空気の流れを阻害することによって能力が下がってしまうということになるんですね。能力が下がってしまうとどうなるか、お部屋の冷え方が悪くなる。お部屋の冷え方が悪くなるとどうなるか、それは運転時間が無駄に長くなって電気代が高くなるということになってしまいます。室外機および室内機の周辺には物を置かないということを基本中の基本としてやっていただきたいと思います。室外機に関しては直射日光がガンガンと当たるよりは日陰の方が機器の負担が軽くなるし、効率も良くなってきます。ですからもともとね、軒下にあるのであればいいのですが、明らかに日照時間が長い場所にありながら直射日光がガンガンに当たるというところであれば、夏の間だけでもね、日よけ対策をするということはとても大切なことになります。例えばね、吉酢のようなものをかけて簡易的な日陰を作るのもいいのですが、そういう時は強風対策、風で飛んじゃったとかね、そういったことがないように気をつけていただきたいなと思います。まずはお部屋の中の空気の流れをスムーズにするのが1つ目のポイント。そしてリモコンの設定温度を低くさせすぎずに、さらに運転は自動運転で回すっていうのが2つ目のポイント。そして室内機周り室外機周りに物を置かずに空気の流れをスムーズにしておくってことが3つ目のポイント。この3つのポイントを守るだけでも電気の無駄遣いは避けられると思いますので、ぜひ気をつけてやってみてください。そしてまだね、エアコン入れたことがないよ、入れてないよっていうご家庭の皆さんは、ぜひ今のうちに設定温度を一番下まで下げてエアコンを回してみてください。音の問題、冷え方の問題など、今機械が発している黄色信号が出ていないかどうかを確認して、少なくともこの2024年の夏が始まるスタート地点において不具合がないかどうかの確認をすることをぜひやってみていただきたいなと思います。なるほどな、早速試してみようかなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のあきにでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。